よし、じゃあ続きやっていこう。まあ、とりあえずまた、アラネアとの合流地点に向かうところだね。この辺は、あ、普通にでもモンスターいるね。モンスターはいるけど、まあ、戦いはなさそうだからね、相変わらずね。ちょっと引いてみる？ダメージは。ダメージ入るね。特に別に倒さなくていいと思うんだよね、あの変なモンスターは。てかマジで、うわ、なんかスノボー行きてえな、めっちゃ。去年行けなかったんだよね、だからさ、今年、ね、まあ今年はさ、コロナが、去年というかまあ今年の冬か、そう、コロスケのせいで行けなかったからさ、今年こそは行きたいんだよね。キャンプで休憩してアラネアを待つ。なんか一人キャンプね、それ寂しいね、なんか。マジ？いやーダメだよダメだよ。アラネア、アラネア早く来て。え、本当に？本当に？いやまあでも、みんなはこっち見たいよね。こっち俺も見たい。まあ止められるんだろうけど、やるんだ。でもあれって多分さ、消えないか。そうよね、多分体に埋め込まれてる的な。それよな。何度目だいそんなこと。プロンプトだっけ。神器臭い顔してんの。テネブライで王子たちに会ったよ。あんたのことすごい心配してた。あ、そうなんだ。これはもうノクトたちと会ったとこと後の話なんだね。あのバーサタイルが作ったノクトたちの大事なものを奪う側の人間だったんだ。もうみんなに合わせる顔なんてない。一緒に旅してたくせに王子がどんな人間か分かってないんだね。私やその部下は元は敵、殺し合ってた人間だよ。そんな私らに頭下げてあんたのこと頼むのさ。いい仲間じゃないか。うわ、これやばいね。ちょっと泣けるわ。
いやーまあ無事だよね。聞きたいよ。まあまあまあ知ってはいるけど。みんな無事。でも今のプロンプト的には何も聞かないが正解だったかな。いろいろあったんだろうけど、自分の責任を果たしにテートに向かったよ。そっか。あんたは一緒に行かなくていいの。いやまあ何も聞かないだね。仲間と旅を続けたいなら自分でちゃんと言いなよ。俺仲間でいていいのかな。でも俺がいたらみんなに迷惑かけるかもしれない。もしみんなにとって迷惑だったら。さっきから聞いてりゃうじうじと。だったらどうする。人からどう思われるかが怖い。自分がどうしたいかわからない。そんなの死んでるのと同じだね。誰に何を言われようが関係ない。自分が信じるものくらい自分で決めな。明日私は新型を倒しに行く。あとは勝手にさせてもらうよ。かっこいいアラネア。マジでヤバすぎだろ。一番いいキャラしてるわ、フィフティーンで。過去との決別、鳴き声の元へ向かう。鳴き声ってなんだろうね。アンブラかな。なんか犬っぽい鳴き声だったからアンブラっぽい気がするけど、走っていくのかな。いやさすがにモービルか。改造する？何それ。スピードアップ。あ、制御システム。あーなんだそれ、持ってねえぞ。どこで手に入れんだ。まあいいや、乗り込む。じゃあとりあえずなんか黄色びっくり気になるけど、エリアクエスト発生地点まで行くと受注することができる。あ、達成した報酬でスノーオービルを改造できる。また一部のエリアはストーリー進行に関係のない強力な敵が出現する。所有するアイテムによっては今後の難しくなることがあります。んー、まあ回復アイテムってことだろうね、きっと。なるほど。じゃあストーリー進めるわ。え？なんか人倒れてるよ。あ、でも魔導兵だよ。どういう気持ちでそれは座ってんの。まあ、自分もこうなる運命だったかとかそういうこと。待って、急に時間飛んだよね今絶対。まあアーデンの仕業だろうね。お、何それ、ノクティスから逃げる。へえ、面白い。攻撃はできないんだ。あ、飛べない。あ、待って待って待って、ちょ、回避とかもないんだけど。え、むずいよ魔導兵の操作。ちょっと早く走って走って。
ッケーオッケーオッケー。で、あそこまで逃げればいいのか。めっちゃ追ってくるじゃん。あ、こういう気持ちなんだね、魔導兵って。いつもは追ってたけどさ。あれってさ、アンブラともう一匹の方のもう一匹？ああ、そうだね。プライナーを追いかける。え、ていうか、今の一幕はマジで何だったの？何の現実？お、夜が明けてきたけど、未だ着かないな、目的地に。どこに向かってんだろうか、ワンちゃん。おー、なんか、すごい開けた場所に出たけど。あ、魔導兵が倒れてる。何これ、どういうお話？調べる。あれ、生きている。いや、もうプロンプト打てないよな、そりゃ。アーデン、趣味が悪いよ。小さい頃の自分と話す。何それ、どういうことなの。触れられるんだ。これプライナの能力ってことかな。行かなくちゃ。アラネア、俺も行く。ちゃんと決着をつけるよ。過去にそうしたいって自分で決めたんだ。足手まといなら置いてくよ。